こんばんは、村上由紀です。村上由紀のスローリビング、今日も最後までお付き合いください。There's no place like home. I wish homeward homebound. Oh, how life is wonderful. Every day, every night, I'll be back. So sweet, so happy.会いたい人に会えない時間を埋めるために人類が発明してきたもの、それは手紙や写真、電話、メールやネットもきっとそう。そうして離れている時間を埋め続けるうちに、人は家族になるのかもしれない。だけど同じ屋根に暮らせばもう待ち合わせることもなくなって、それを仕方のないことと片付けるのは七夕の日に失礼なこと。そこで今日は提案です。外で待ち合わせて、食事して、ただいまを一緒に玄関で。お帰りなさい。積水ハウスです。積水ハウス。積水ハウスプレゼンツ、村上由紀のスローリビング。この番組は積水ハウスの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、村上由紀です。今回は先週に引き続き、この方をゲストにお迎えしてお送りします。小林亜星です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。小林亜星さんには先週もたくさん私は質問させていただいて、いやいや難しい質問ばっかりだった。いやでも、もういっぱい答えてくださって、本当にこうなんて言うんでしょう、もう勉強になるというか、もう、そういうこうキーワードがたくさんあったんですけれどもね。そうですか。今日はですね、先週は CM ソングのねお話をこうとかいろいろ聞いてたんですけれども、今週はですね、もうテレビの主題歌、そしてアニメの主題歌、 CM ソング以外にも、俳優さんとしてね、カンタロウさん役で、いやいや、恥ずかしいの、はい、こととね、それ言わんでください。いろいろ伺っていきたいなと思います。でもいろんな番組こう作られて、番組の主題歌とか、CM と番組のなんか作り方の違いとかありますか？曲の CM と番組は全然違いますね、はい、なんか軸にすることっていうか、何を元に作って CM ってのは、だからとにかく物を売るためのもんだから、はい、それとドラマの主題歌っていうのはね、やっぱりドラマの内容をね、やっぱりそれを聞いただけで、内容っていうよりの説明っていうより、そのハートをね、理解していただく音楽じゃないといけないからね。そこは全然違いますよ。だから、なるほど、切り口というか、もう同じ音楽でも全くそう作るというか、違いますね、キャッチしていくやり方が違うんですね。そうですね、目的が違いますから。全然、なるほど、ね、なんかいろんなことをこう伺っていきたいんですが、私まさにその番組、アニメの番組をですね、子供の頃にこうよく分からず、こうもう楽しみで、30分間がね楽しみで、でちゃんとオープニングの曲とエンディングの曲とあって、ありましたね、はい、でこのスローリビングの中でもですね、前にですねアニメソング特集で亜星さんが作られた花の子ルンルンとか、秘密のアッコちゃんとか、本当に弾き語りをねさせていただいてたんですけども。あ、そうですか、ありがとうございます。今日はですね、アニメソングの中でもちょっと男の子もの
男の頃も、はい、挑戦してみたいなと思うんですが、ご本人を目の前に弾き語りをするのは大変緊張するんですが、いやいやそんなことないですよ、もう無視してください。とんでもない。無視よりもでかすぎるから。そんなことじゃない。すいません。では、アニメソングつみれというのをやってみたいと思います。空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン、命を懸けて飛び出せば科学忍法火の鳥だ、飛べ飛べ飛べガッチャマン、行け行け行けガッチャマン、地球は一つ、地球は一つ、ガッチャマン、ガッチャマン。ドロロン、オドロン、デロデロバ。ドロロン、オドロン、デロデロバ。地獄の闇からデロデロバ。湧いて出たのはなんだらば。かわいこちゃん。ケケケと笑うの誰だらば、奇怪怪怪妖怪だらけ、日本は妖怪吹き溜まり、そこでエンマくん、そこでエンマくん、大暴れたらデロデロバ。怪物ランドのプリンス大、可愛い子ちゃんには弱いけど、悪魔怪獣なんでも来い、なんでも来い、念力集中ピキピキとか、たちまちおつむが大噴火、お尻を出した恋当初、夕焼け小焼けでまた明日、また明日、いいないいな、人間っていいな、美味しいおやつにほかほかご飯、子供の帰りを待ってるだろうな、僕も帰ろう家へ帰ろう、でんでんでんぐり返ってバイバイバイ、家に帰れば積水ハウス。もう目の前で聞いてくださって本当にありがとうございましたっていうか、本当にド緊張なんですけれどもね。はい、今4曲、ね、歌わせていただいたんですけど、こうガッチャマン、それからドロロンエンマくん、そして怪物くんで、最後に日本昔話 のエンディングで、自分でももう何度も聴いてるから懐かしいというか未だに大好きな曲なんですけども、アニメソングっていうとまだなんかちょっと特殊なね感じがするんですが、この最後の人間っていいなって歌ってるこの曲なんかはどんな風にというか、そうですね、着想というか、この曲の内容はね、はい、ちょっと複雑でしょ、はい、ちょっと聞くと何を言ってんのかなって、人間っていうの動物たちが人間の生活って羨ましいな、はい、いいなって言ってるんですよね、うんうん、うん、そこの内容がなかなかユニークだと思うね。そうですね。動物から見てね。はい、人間って辛いようで、結構動物から見ると羨ましいんだなって感じなんで。はい、そういう歌はなかなかないんで。これ、まあ、僕の場合、
大体視線なんです。視線って使用作にいただいて、はい、それにメロディーをつけるのも、もうほとんど 99% そういうので、この使用いただいた時にもうね、この内容が素晴らしいので、もうあこう、もうすぐ出てきちゃいましたね。あメロディーが。なんか私思うんですけど、歌わせていただいてて、もともとその自分がなんていうかピアノから入ってるので、歌から入ってない分メロディーと言葉がすごくこう一致してるものってスッと音楽として入ってくるんですよ。だから亜生さんの作られるものってすごく自然だなと思って、言葉と音がすごくこう自分の中で言葉にはメロディー、言葉ってのはメロディー持ってるんですよ。そうなんですよ。なんかね、それがこう理屈じゃなくストーンとこう子供の頃から入ってたなって、忘れられない大好きなメロディーが大体今ほとんどあれでしょ、曲線つって曲を先に作って、詞を当てはめてるでしょ、AKB やなんかの曲がね、ほとんど、ああいうのも悪くないんですけどね、僕らの作るその作り方とちょっと違うのね、なのでなんかそうだったんだというのを今伺って、なんか私の中ですごくこう すっきりというか、それでいいんだってすごく今思いました。やっぱり詞が先にいただくのが多いですか。そうですね、詞をなんか読んでるうちにいい鼻歌になってメロディーになって、そう、はい、その通りという感じに自分はいつもそういう風に作っていくので、若い人にも珍しい。そうなんですか、今の若い方は大体もうね、曲線の方が多いですから。あ、そうなんですね。なんかすごく私は今の話伺えて嬉しいです。そうですか、ということで、TBS ラジオ村上由紀のスラーリビング、お知らせの後も小林亜生さんにいっぱいお話を伺っていきたいと思います。お楽しみに。家は時間を旅する船のようだ。僕たちを乗せて、思い出の航跡を描きながら未来へと旅をする。家は未来へ向かっている。最高レベルの断熱、最新の省エネ仕様と太陽電池や燃料電池、蓄電池で住宅のエネルギー収支ゼロの時代へ、グリーンファーストゼロ始まります。7月20日土曜日午後5時から赤坂サカスのサカスステージでスローリビングの公開録音を行います。ゲストには男性ボーカルグループジャミンゼブの皆さんをお迎えします。セッションもやります。皆さんぜひ赤坂サカスへお越しください。7月20日土曜日午後5時スタートです。スリーハウスプレゼンツ村上由紀のスローリビング、今回も先週に引き続き作曲家の小林亜生さんをスタジオにお迎えしてお送りしています。で、先ほどはその CM ソングと主題歌はねまた違うっていうのと、視線使用先に、ね、音楽にしていかれるっていうお話を伺っていたんですけれども、でも亜生さん、そのテレビ番組、実際に主題歌というよりも俳優さんをなさって、俳優とね、俳優と言われるとね、本当にね、恥ずかしいんですけどね。いや、まあ、でも強烈な、素人役者、いやね、ここは TBS ですよ、はい、TBS はひどいことするね、はい、ど素人をね、主演の役者で連続ドラマに使っちゃうんだからね。いや、これはね、じゃあ、あれでも頼まれてもこれできなかったらどうなるかなと思ってね他にいらっしゃらなかったんじゃないでしょうか、ぴったりハマり役というか、ね、案外とデブは少ないんですよ、はい、本当にその頃では、はい、いやでも本当にこう怖いお父さんというか、もう親父というか厳格なね、で優しいけどこう常にこう強くこう、ね、っていう寺内
勘太郎役を、なさって、いや今あれやったらね、おそらく女性の家族だからね、当初が来ちゃって、あんな男をなんで許しておくんだって、まあ、時代が変わっちゃってね、多分できないと思いますよテレビじゃ。いやでも今、あの懐かしいビデオで見たりとかもいろいろできますけど、あのすごくこう日本人ってこういうふうに生活してたなっていう、なんかそうですね、奥さんに今の人はあれでしょ、あの結婚記念日にね、なんか花を送ったりお菓子買ってきたり、そういうことはするけどね、すぐ離婚したりね別れたりしちゃうけど、あの今あの勘太郎って人はもうそんなこのプレゼントとかそんなこと結婚記念日も何も忘れてるけど、だけどもう離婚なんてことは頭の中に全然ないからね、そういうその優しさがね、なんかあったなと昔の男にはね、そうですよね、そういうところは私はやってても惹かれますね、なんか見ててこうほっとするというか、あのあ日本人でよかったって思うんですか。やっぱり責任持って俺に任せておけというね言える男が、まあ、まだいたんだなって、でもあの実際にですね、ちゃぶ台返しじゃないですけども、亜生さんご自身はあのいやあれはね今ね、またやるってもできない、あそうですひっくり返すのはできるんですよ、だからひっくり返した後すぐね立ち上がって、ノーマって言わないじゃないですか。お前ら何でもないんだ、その立ち上がりができない、この年になって。ひっくり返したいってね、四つん這いになって、あ、やっと、よいしょだ。これじゃあね、縁ならない。全く。いまだにあれじゃないですか、あの、道歩かれて、勘太郎さんって声かけられる。それはほとんどね、もう、70以上の人ね。そういう方、もうバスに乗るとそういう人ばっかなの、うちの近所のバス。そうなんです、どうしてかバスね、まあ人口も増えたからね年寄りが、だからそういう人は知ってるけど、もう若い人は全然分かんないからね、若い人ばっかりのとこ行くのは好き、気軽で、なんかあのこうわーってこう寄ってこられたりとかそういう、まあそんな感じで持てるわけじゃないけどね、おじいちゃんとおばあちゃんにね、でももう前から知ってるようにね、なんか言われるからね、こんな人知ってたかなと声かけられると知り合いかなと思っちゃってもね、しますけど、でも見てる方はこう毎週毎週こうテレビで会ってたわけですからね、なんか錯覚起こしちゃう人もいるのね、おばあちゃんなんかね、近所に勘太郎さん住んでらっしゃる人だぞあれはなんてねそうなんですね、もうなんかあのすごく大事なことを今教えていただきましたけれども、いやいや教えたってな、いやもうあとあのたくさんヒット曲ある中でまだこれの私多分、テレビでとかカラオケで、覚えていったというか、その当時はまだすごい子供だったのであのその時は分からなかったんですが、都はるみさんの北の宿から、あ、まあ、これはいわゆる演歌っていうものに属してるんでね、僕はあんまり、まあ、演歌何回かそれまで作ってましたけど、はい、得意な分野じゃないとみんな思ってるわけ、思ってるけど演歌は別に嫌いじゃないんですよ、それは日本人の魂だからね、だから嫌いじゃないんだけど、まあ作らせていただいたから、まあ、アルミちゃんがねもう素晴らしい歌唱で歌っていただいたからヒットしたんでしょうけど、まああんなに当たるなとは最初は思わなかったね自分でもね。そうですか、なんか、あの曲を作るにあたってすごいこうエピソードが、隠れたエピソードがあったとか。いや隠れたエピソードではないですね、動機は、まあ、あの花見ちゃんがね、そろそろお年なんで、昔みたい超若い頃みたいにね、元気のいいチャーチャーチャーってこう、歌じゃない、歌が欲しいと、女らしい、それで悪友さんがそういう詩を書かれたんですね、だから、そういう詩の内容がね、大人の女の詩になってますからね。そうですね、なんか演歌ってその子供の頃から大人の歌っていう、そのまだ子供にはわからないだから普通だと女心の未練でしょうかって書いて、かが入っちゃうんですね、ところが阿久さんのは女心の未練でしょうと、自分を客観的に見て
あ、こういうことが女心の未練ってもんか、そういう女ですね。未練が未練、新しい女、ね、分かっても未練があるという、 そこのところですね。なんですね、うん、そういうところが新しかったんじゃないですかね。そこにかが未練でしょうかの、かがあるかないかで確かに全然違いますね、意味がね。違いますね、わあ。ってそんなお話を伺った後に歌えるのかどうかという感じなんですけれどもではここで、北の宿から、いや、よろしくお願いします。あなた変わりはないですか、日ごと寒さが募ります、着てはもらえぬセーターを、寒さこらえて編んでます、女心の未練混じりに汽車の音、すすり泣くように聞こえます、お酒並べてただ一人、涙歌など歌います、女心の未練いやー、ありがとう、素晴らしかった。ありがとうございます。いや、はるみちゃんの歌い方とはね全然違うけど、やっぱりそれ自分の個性があっていい。とても良かったです。もう全然その拳とかも、本当に皆さん演歌歌われる方はすごくトレーニングなさって、もう細かいことを、あれトレーニングして出てくるんじゃないんですよ。あ、そうなんですか。もうトレーニングもうやめろっつっても出ちゃうの。そうなんですね。私は やろうと思っても演歌の人にね拳つかないで歌ってくれって言ったと、はい、できないよ、みんな入っちゃうから。そうなんですね、うん、でもあれは民謡とかでこう出てくる民謡を歌える方ってすごいなと思うんですけど、そうの足の足って楽器なんですかね。そうそう、やっぱり、はい、民族の血の中にみんなあるんです、いろんなのが。そうなんですね、あれだけはその音は分かるんだけど、どうやってもなんかその部分がこう震えないというか。今だからそういう拳に対してはあれでしょう、若い人はちょっと拳音痴になってるというか、そういうものには ないからいいんだろう、歌えるんだけどなってるね、あんまりそういうこと関係なくなっちゃった ね、うん、なんか時代の違いとか楽器の違い、楽器のね違いとかあるのかもしれませんけど、でも若い人の民謡の上手い人なんか上手いもんね。そうですよね、本当
当にこう、わ、すごいなっていう、それが思って生まれた木なのかなっていうぐらい、ね、美しい、拳がこう、本当に美しくっていうのありますけども。いや、本当に緊張しましたね。いや、ありがとう。本当によかった。ありがとうございました。ということで、もう本当に目の前で聞いていただけて、もう緊張と、あと本当に感謝です。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとう。ありがとうございました。TBS ラジオ積水ハウスプレゼンツ村上由紀のスローリビング、そろそろお別れの時間となりました。今回は先週に引き続き作曲家の小林亜星さんをお迎えしてお送りしました。もう亜星さん本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、素晴らしい歌声を聞かせていただいて、本当になんか とんでもないことを私してるななんて何をおっしゃってんですか。本当に感謝します。歌わせていただいた本当に北の宿からは第18回日本レコード大賞大賞受賞曲1976年、そうですかね、ですね、私まだ幼稚園ぐらいだったかなと思うんですけど、なのでこれは阿久悠さん作詞で作曲が小林亜星さんということで、はい、当時ピンポンパン体操同じコンビで、そうですねその前にピンポンパン体操、ね、そうですよね。なんか私はむしろ記憶にその後あるのがピンポンパン体操、再放送だったのか、だから小学校低学年ぐらいの時にそのピンポンパンを見て学校に行ってたような気がするので、あの頃の小学校低学年の方が今こうなったのか、はい、年取るわけだな。いや、とんでもないです、なんかでも本当にこう昭和のこう私もなんか先ほどおっしゃってましたけど、亜星さん初めてお会いするのに昔から知ってる子本当に親戚にこう亜星さんがいらしたような不思議な感覚に、あ、そうですか、それは嬉しい。昔からこう近所にいらしたような、はい、いやいや感じがするのは本当に皆さん同じようにやっぱ思われてるんじゃないかななんて、またセクシーハウスの歌今後ともよろしく、はい、よろしくお願いしますということで、2週にわたっていろいろとお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となりました。最後に番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージを、何かよろしくお願いします。皆さん、長生きしましょう素晴らしい、はい、それでは今日はこの辺でまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は小林亜星でした。そして村上由紀でした。積水ハウスプレゼンツ村上由紀のスローリビング、この番組は積水ハウスの提供でお送りしました。